レムスハルデンはドイツビュルテンベルク州レムスムル郡に属す町村である。この町はシュトットガルト地方及びシュトットガルト大都市圏に属す。レムスハルデンはシュトットガルトの北東約 20km レムスタール内の連邦道 B29 号線沿いに位置している。長域は高度 237m から 519m に位置している。レムスハルデンは 以下の市町村に囲まれている、ブロイニングスバイラー、ベルグレン、ショルンドルフ、ビンターバッハ、バインシュタット、バイブリンゲン市に属す飛び地の森。自治体でムスハルデンには、かつて同盟の独立した町村であったブオホ、ゲラートシテッテ店、グルンバッハ、ヘプザック、ロールブロンの各地区からなる。出店、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベク、面積以下に示す。 各地区の面積は2004年11月22日時点のものである。レムスハルデンの領域は中世世紀にはシュバーベン公領の北部周辺領域にあたるペイグス、ラムスドルの一部であった。中世後期以降、この地域は時代とともにアルトビュルテンベルク1806年からビュルテンベルク王国1918年からビュルテンベルク自由人民衆に属した。 1938年、ナチ時代のビュルテンベルクの地域再編に伴い、それまでオーバーアムとショルンドルフ及びバイブリンゲンに属していた集落がバイブリンゲン軍に編入された。バイブリンゲン軍は1945年にアメリカ占領地区となり、新たに創設されたビュルテンベルクバーデン州に属した。そして1952年に、 現在のバーデンビュルテンベルク州の一部となった。1973年の軍裁編により、レムス・ハルデンの町域は新たに創設された、レムスムル軍に属すこととなった。ブオホのヒルシュ博物館ブオホは、海抜519メートルに位置する、町内で最も高い場所にある地区であり、約700人が暮らしている。ブオホは1270年に、初めて文献に記録されている。 この集落はかつて、ビネンデン家の所領で、ノイフェン家を経由して、ドルヒ修道院領となり、宗教改革に伴って、ビュルテンベルクに属した。この領内では、アムトビネンデン、1808年から、オーバーアムトバイプリンゲン、1938年から、ビプリンゲン軍に属した。後期ゴシック様式の聖ゼバスティアン教区教会は、党内の内人に、 ロマネスク様式の部分が見られる。かつては広く知られていたブオホの旅館、ヒルシュの建物内に、1987年4月に、ヒルシュ博物館が設けられた。ここには12世紀から14世紀のブオホの陶磁器や19世紀初めから20世紀、初めのブオホの詩人や、画家の作品が展示されている。ゲラートシュテッテンのヘルムート・パルマーテゲラートシュテッテンは、 人口約4700人で、海抜225メートルに位置している。ゲラートシテッテン集落は、町内で最も早い時代、おそらく9世紀に建設された。最初の文献記録は、1291年1月8日に、作成された文書に現れる。この文書には、ルーフォーニーでジャーハートステティンという名が記されている。 多くの貴族家がこの集落の一部をビュルテンベルクからの霊園として統治した。1687年にこの集落全体が再びビュルテンベルク領となり、はじめはアムトショルンドルフ、1938年からはバイブリンゲン軍に編入された。ゲラートシュテッテンのコンラーツ教会は14世紀に礼拝堂として建設され、1491年に 高シック様式に改築された。独自の境界区は1414 14年に設けられた。グルンバッハのブドウ畑。グルンバッハは1142年に初めて文献に記録されている。この町で最も古い集落で約6000人が住む。最も大きな地区でもある。ここには1328年にはすでにブドウ絞り機があったことが証明されており、ワイン作りの伝統については、 数多くの文書で証明されている。これらは、シラー通りの3期の古いブドウ絞り機からも、察知することができる。グルンバッハの象徴的建造物は1481年に、完成した、福音主義教区教会である。この教会は、かつてセーディオニシウスとフェラヌースに建道された、防衛教会であった。ヘプザックの人口は約1500人である。 この集落は1299年に初めて文献に記録されている。後期ゴシック様式のベンデリンス教会は1938年から1939年の道路工事のために取り壊された。1512年、1513年に制作されたマリア祭壇、アライライバンと説教団は1957年に建設された十字架教会に収められた。 1920年には、すでにここでは、シャツ工場が大きな重要性を担っており、年間約1000着の青い運送業者用シャツを製造していた。レムスハルデンで最も小さな地区である、ロールブロンには、約700人が住んでいる。ロールブロンは、1400年におそらく、ビンターバッハと共に、シュタウフェン家の所領から、ビュルテンベルク領に移管された際に、初めて記録されている。 当時は、わずか7個が存在するだけであった。ロールブロンは、シュタープスアムとビンターバッハに属し、1809年にヘプザックの一地区となった。その後短期間ビンターバッハに合併した後、1928年にオーバーアムとショルンドルフ内の独立した町村となった。1938年にショルンドルフ軍が形成される際、バイブリンゲン軍に移管された。 主力産業は何、世紀もの間、ブドウと果実の栽培で、特に、サクランボ栽培が盛んであった。これは、集落の紋章に現れている。ロールブロンの福音主義、クリストス教会は1965年に完成した。レムス・ハルデンは、以下に示すバーデンビュルテンベルク州の市町村再編によって成立した。以下の表は、 現在の町域における人口の推移を示している。区別の人口は毎年6月30日にレムスハルデン町の行政機関によって確定される。数値は州統計局の公的な数値とは異なっている。1961年と1970年の数値は人口調査結果によるものでである。レムスタールのキリスト教生活は フランク人に征服されたことによって、アレマン人がキリスト教家された7世紀に徐々に始まった。グルンバッハには、古くからコンスタンツ司教区に属すカトリックの教会区があった。グルンバッハの現在の福音主義、ディオニシウス教会は、1481年に、先代の教会があった場所に、おそらく12世紀に建設され、パリのディオニシウスに捧げられた。ゲラーデシュテッテンは、 中世には、ビンターバッハの支部であった。ゲラートシテッテンの現在の福音主義、コンラーツ教会は14世紀に、コンスタンツ司教、コンラートの栄誉に捧げる、礼拝堂として建設され、1491年から後期ゴシック様式に改築された。ビンターバッハから独立した独自の教区は、1497年に、コンスタンツ司教風語によって創設された。 グルンバッハのディオニシウス、教会福音主義教会ビュルテンベルク公・ウルリヒは、1534年に高齢の宗教改革を行い、それに伴って独自の福音主義情報協会を創設した。レムス・ハルデンのそれ以前の教会に属す全住民が16世紀にクーやス・レキをエイス・ラリージオの原則に従って福音主義に改修した。 ビュルテンベルク福音主義宗教会に属す4つの教会は2つの教会管区に分けられる。グルンバッハ、ゲラートシテッテン、ヘプザックローの福音主義教会はショルンドルフ教会管区に属す。ブオホの福音主義教会はバイブリンゲン教会管区に属す。レムスハルデンで活動しているこの他の福音主義組織としては、例えばビュルテンベルククリストスブントや、 グルンバッハの古経験主義教会連盟がある。カトリック教会レムスハルデンの古い教会の住民はビュルテンベルクに属していたため、1534年にウルリヒ公の下での宗教改革に伴って福音主義に改修した。カトリック教会は1806年10月15日の宗教直令の発行以後やっと復興され、ビュルテンベルク王国ではカトリック教会と 福音主義教会が同等となり、旧ビュルテンベルクの領域に徐々に広まっていった。しかし、第二次世界大戦末までレムスハルデンの長域にカトリックの住民はほとんどいなかった。例えば、1850年にグルンバッハに住むカトリック信者はわずか二人であった。1945年から1950年の中東王からのドイツ人追放によって初めて、 後のレムスハルデンに含まれる集落に多くのカトリック信者が定住し始めた。早くも1946年にグルーンバッハにカトリックの教区責任者が任命された。1948年からバラッケがグルーンバッハのカトリック緊急協会として機能した。グルーンバッハ教区責任者管区は1961年にロッテンブルクシュトゥットガルト市教区の完全に機能する。 教会区に昇格した。この教会組織は、1962年に、ゲラート市鉄店の南部戦後住宅地に、最初の常設の宗教建築を所有した。この新しい教会は、中林源の聖エリーザベトの名のもとに建造された。1964年に、グルンバッハに教区の中心となる教会が完成した。その守護聖人は大天使ミカエルで、 レムス・ハルデンのカトリック教区の守護聖人でもある。2000年頃、カトリックの聖ミカエル教会には、約3200人のカトリック信者が住んでいた。その後信者数は減少し、2015年末には、約2800人となった。聖ミカエル教区は、現在、レムス・ムル主席主催区のボイテルス・バッハ、エンダース・バッハ、ケルネン及びレムス・ハルデン死牧共同体に属している。 新首都派協会レムスハルデンには新首都派協会の組織があり、ゲラート市てっに本部がある。レムスハルデンの町役場新庁舎レムスハルデンの町議会は選挙で選出された22人の名誉職の議員と議長を務める町長で構成されている。町長は町議会において投票権を有している。レムスハルデンは以下の町と姉妹自治体関係にある。 レムスハルデンは、レムスタール内の連邦道、B29 号線沿い、シュトゥットガルトとチョルンドルフとの間に位置している。レムスハルデンは、シュトゥットガルト S バーン S2 号線によって、シュトゥットガルト S バーン網に接続している。町内には、グルンバッハ駅とゲラートシテッテン駅がある。レムスハルデンには、多くの企業がある。 全国的に活動している企業としては以下のものがある。このほかかつて、レムスハルデンにあった企業あるいはレムスハルデンに起源を持つ企業は以下のものがある。エルンスト・ハインケルこれらの文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。両種の信仰に領民が従うこと。信仰属地主義ともいう。 1555年のアウクスブルクの和議で確認された。スタタスティシャス・ランディ・ゼムット・バーデン・ベル・タンベク、ベボケル・ウング・ナウハ・ナッシュ・ナラ・タット・ウン・ト・ガッシュ・レッシュと、AM31、デト・センバー2020マックス・マンゴールド、エド・ズデン、オスプレイク・ワーター・バッチ、デュデン・バール、P673、ISBN978 から3から411040667。 フラッシュサイト1996ナウハトツフリーチャー、んてんスタタスティシャスランディゼムットバーデン、ベルタンベク、リームショアルデン。2018年11月25日閲覧。ヒスターシャスジェメインデバースシュニス、P459、ヒスターシャスジェメインデバースシュニス、P464、ゲマインデリームショアルデンバテニアンドフェイクトン。 2018年11月28日閲覧。エイン・クライナー・カーチェン・フアラー、イヴァン・ジェリス・チ・カーチェン・ジェメインド・ジェラダ・ステトン。2018年11月28日閲覧。ストリート・マイケル・リーム・ショアルデン・カーチェン・クロニック。2018年11月28日閲覧。ジェミン・ラッツェ・ワーラン2014、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベル・タンベク、リーム・ショアルデン。 2018年11月28日閲覧。ゲマインでリームショアルデン &124 ドルパートナースチャルファトン。2018年11月29日閲覧。アームシャーオータマビールブオ GMBH&COKG、OK。2018年11月29日閲覧。マックスホルダー GMBH。2018年11月29日閲覧。ありがとうございます。